サッカーもそうですが、すべてのスポーツにおいて、例えばサッカーと野球、バスケ、他のスポーツなど、B 代表を作るべきだと思います。いくら A 代表に選ばれても出れない選手などがいるため、チャンスを与えるべきだと思います。B 代表を作れば、プレースタイルの向上などにもつながると思います。競争心などが生まれます。それから私はブログ、ツイッター、インスタグラムもやっています。ジャパニーズ TK12 と検索してください。それから YouTube もやっています。YouTube は間違えて12ジャパニーズ TK と登録しちゃいました。これジャパニーズ TK12 に直したいんですが、しばらく直せないみたいです。